業務から来ました五十嵐と申します。本題に入る前にですね、昨日の朝から今日までずっと討論を聞いてきまして、そのためにそのことについての感想から申し上げたいと思います。日本でも北朝鮮の核問題は非常に大きな問題になっております。現に、安倍総理大臣は正式な朝ってですけれども解散をするとか、僕は北朝鮮を含めて4国間で話しますけれども、通常どうするか、根本的な問題の解散が行われています。私自身もこの会議がどういう会議になるだろうかと言って、特にですね、韓国の人が北朝鮮の国民会議を考えているとずっと今から休止して聞いてまいりました。その結果いろんなことが大変勉強になっております。一つは当たり前ですけれども、やっぱりこれについてのいろんな考え方があるんだということを、いろんな考え方の多様性がいっぱいあるなというふうに理解しました。しかしその底にはですね、やっぱり同じ民族で気にならない分断国家がありまして、それで言いますと明日政治家が語るような戦争を控えている人での苦悩とか悩みとか悲しみとかということも随分な方で感じさせていただいております。で、今日私がお話ししたいところはですね、そういうことを乗り越えてきた、つまり分断国家とか南国が政治を迎えていくための2つのことについてお話しさせていただきたいと思います。一つはユネスコで皆さん聞いたことあると思いますけれども、ユネスコの考え方が非常に重要ではないかということを創設に感じているということです。それはどういうことかといいますと、現在の世界中でトランプさんとムジョンビルさんを軍事、外交、あるいは政治、そのような問題が出てますけれども、それについてははっきりと限界があるということを、実は第二次大戦、7000万人から8000万人死んだと言われる第二次大戦で、人類が使い続けるのは、その教訓として作ったのがユネスコであるということです。それはどういうことかと言いますと、戦争がなぜ起こるかということをいろいろ考えますと、最終的には人の心の中に、戦争は人の心から始まるということを宣言して、それに現在国連の間での国が全部賛同して条約を調印しているということです。それで少しですね、このユネスコの精神ということを皆さんと共有するために、若干今日はホームページに見ないですお話しますけれども、324点、韓国のページと何ページかに出てるか、この全文を少し引用させていただきたいと思います。一つは、戦争は人の心も金正恩、あるいはトランプの中の心から生まれている。で、人の心の中に、予想するためには人の心の中に平和の国を築かなければいけないということです。で、なぜ人の心が戦争を生み出すかといいますと、お互いの生活や文化や風習を知らないためにディスコミュニションコミュニケーションを発生して信頼を広げつくと、それを解決することが軍事、外交、政府などとなる、それを上回る戦争抑止力であるというのがディスコの第一条です。第二条はですね、これは世界中の戦争の経験が学べることですけれども、仮に軍事や政治や外交によって一時的な勝利を収めたとしても、それは長続きしないということをですね、現に第二次大戦後、いろんな戦争がありましたけれども、ことごとく戦争の勝利感というのはどこにもありませんので、絶えず報復と報復の連鎖がありまして、戦争は平和を達成しております。政府の政治的及び経済的取り組みのために基づく経路は、世界の人民の一致した、比較、永続する誠実な秩序を確保できる経路ではない。
よって平和を失われないためには人類の奇跡より積極的に連帯を生きていただければならないということがありまして、人々、市民、我々過ごしたちがですね、連帯しなければ継続的な平和は構築できないという点です。このユネスコについて2つのことをお話しさせていただきたいと思います。このユネスコの精神は基本的にもそうなんですけれども、実は今回安倍総理大臣が改正しようとしている日本国憲法9条の精神と合致する、皆さんの日本国憲法を作った時にもそういうと思いますけれども、非常に端的に改めていろいろ読んでくださると分かると思いますけれども、極めて率直に日本国憲法は戦争を反対することです。一つはいろんな国際紛争を解決する手段としては、軍事は一切その解決に役立たないということを宣言したということです。イスラムではその軍事は役立たない、軍事は使わないとために陸軍、海軍、空軍の戦力というのを一切放棄するということを言ったというのは日本国憲法9条でありまして、これユネスコの精神と全く極めていますということをまず紹介しておきたいと思っています。第2はですね、ユネスコについて実は北朝鮮とも関係するんですけれども、これは非常に重要だと思うんですが、先ほどの文教授はですね、文化を通じて平和を構築できないかということなんですけれども、世界遺産、ユネスコの一番の目玉商品です。世界遺産条約がありまして、それぞれの資産について、普遍的に永久的な価値がある場合には、この世界遺産として登録して永久に保存するということになっております。で現在まで1073の世界遺産が登録されておりますけれども、日本では法隆寺など22件、韓国では12件、中国では52件が登録されています。で今注目すべきことは、北朝鮮の中にもですね、航空本軍とか海上の歴史的建造物といったという遺産があります。これも世界遺産に登録されているということです。この中国、韓国、日本、北朝鮮の遺跡群を見ているんですが、非常に考え深いのがあります。それは一つはですね、これらの遺産はそれぞれの国に対してプライドを与える。素晴らしいものを作る。プライドを与えている。おそらく、方々はですね、金正恩さんは別かどうかわかりませんけれども、人々は自分たちの祖先が作ったものが世界的に見て、普遍的で永久的な価値があるというふうに世界中で確定したことです。ここにも持っているとは思います。2番目はですね、これらを見ますと、古墳という有名な遺産なんですけど、これなどを見ると、東アジアというのは全部文化的には共通する、同じことを考え、同じ要素で、同じような死者を伴うことを、ある意味では非常に文化の連続性が高い。3番目は祖先を拾いたいと、祖先を拾い大切にするという意味であるということがあります。何よりも大事なことは持続可能性、つまり永久にこの資産を保存しようとしているということがありまして、これについては実はですね、北朝鮮も報道を行っておりまして、この論点などは北朝鮮を含めてありがとうございます。世界全体で、共有できる文化であり、ある基礎システムではないかというのが第一に思うところであります。で、2番目は少し角度が変わりますけれども、実は被爆を体験した唯一の国、日本の場合には第二次大戦によって広島と長崎で被爆いたしました。それから3番目は2019年、皆さんご承知の通り福島というところで原発事故が起きまして、数万人が避難生活を送らざるを得ないという状態でありまして、この観点から今回の核を負っている国に対する市民的な怒りを示されておりまして、これについて今後、私たち市民がですね、みんなで共通して頑張るべきターゲットとして核兵器禁止条約というものを少し紹介させていただきたいと思います。これは北朝鮮にも、もちろん韓国の人たちも、世界に共通して、運動してですね、
世界中の平和を守るために、打ち立てなければならない憲法でありますし、かつ市民しかできない市民ならばというようなものだとして紹介させていただきたいということです。で、核兵器禁止条約は皆さんご存知かわかりませんけれども、今年度国連において7月にですね、124か、現在193の国連加盟国がありますけれども、その124の国で核兵器禁止条約というものを案を採択。最近の報道によりますと、これ50カ国が国内に広すると、こういうものらしいんですけども、50カ国もそれぞれの国内に広したという、これ急速に広がりそうというのが、今の情報であります。で、この核兵器禁止条約の原動力になった人たちというのを呼んでおりまして、これは被爆者です。報道によりますと、被爆者の平均年齢は81歳の人たちが296万4千筆の署名を持って国会に行って、二度と悲惨な戦争をやめてください、核兵をやめてくださいと訴えて何十年も訴え続けてるんですけれども、これがようやく日の目を見たということです。で、国連でもこの被爆者たちの運動を支持しましてですね、条約の中にですね、被爆者という言葉を入れまして、この核兵器による障害は、容認しがたい苦痛と損害を与えたということを反省しなければいけないという形で条約を採択しました。で、非常に重要なことはですね、これは現在のトランプおよびキム・ジョンウン両方に当たると思うんですけれども、核兵器の禁止条約、どういうことかと言いますと、核兵器の開発、実験、製造、備蓄、異常、使用、これだけは今回新しく入れられた、威嚇をしてはいけない、核兵器を作るだけじゃなくて、核兵器を持った人たちが威嚇をしてはいけないということがありました。例えば金正恩がトランプさんにもお互いに関しやすい、これは核兵器禁止条約で禁止されるということになっているということです。40秒ではないと私は思っております。ただ、これから新聞の出番なわけですけれども、この重要なある種のユネスコの世界人類基盤に共通する条約は、実は強い国にあっています。それは核保有国というものであります。アメリカなどを中心とする核保有国、もっと正確に言いますと、日本も韓国も、もちろんそうです、中国もこれに賛同しております。これが非常に重要なことです。なぜ賛同しないかと言いますと、私から見ると非常にエゴイズムというような感じがするわけです。それはどういうことかと言いますと、日本政府は3点核兵器禁止条約に賛同しない理由を述べています。一つはですね、核廃実現には核保有国の協力が不可欠であるというのが一つです。つまりアメリカやパキスタンやインドだけでありますけれども、それたちの協力が不可欠である。その2番目は、核軍縮はそれぞれの各国の安全保障と密接に関係する。それから第3番目は、現時点で核保有国と非核保有国との間に信頼関係がないので、これを言っても法的に効果を発揮することはできないということです。これを聞いて皆さんどう思います？ほとんど大国のエゴイズム、自分たちの力の成長を今やろうとしているというのが現実に表れています。残念ながら韓国、日本の人ですけれども、日本の中の核の被害を受けている国の真っ先のイニシアチブを取らなきゃいけない条約と思うんですけれども、日本を含めて関係する豪華条約は参加しないということになっております。で、これをそれぞれの国の方々がですね、自分の政府に訴えかけて、この条約を批准せよと市民ができる、市民しかできない、また一つ大きな運動のターゲットにしていただきたい。最後に時間がありますので、一つだけお願いします。
実はトランプさん、その前のオバマさんとの間でですね、この核兵器、核に対する力やことを分析するためにし、もし現在の大統領がオバマさんであれば、絶対にこんなことをなかったということを紹介して、話を進めたいと思いますけれども、少しゆっくります、通訳さん、ここで330ページで、デリケートな文章になっておりますけれども、少し言っておりますので、オバマさんがチェコのプラハで2009年4月5日に、発表した声明です。パンパンと言いますと、私は信念を持って同盟するというのが吹き出しです。どういうことかと言いますと、アメリカは核兵器のない世界の平和安全を追求するということになっています。なぜこういうのか、非常にデリケートなんですけれども、国家間には避けがたい不一致があるため、真の国際協力が可能かになるか、いぶかしがるものもいる、そして核兵器のなき世界の話を聞き、実現不可能に見える目標を設定することに価値があるか否かを怪しむ者がいる。だが、誤解しないでもらいたい。こうした疑念の末は分かっている。国民が不一致によって特徴を付けられてしまうことを認めてしまえば、互いの隔たりが広がってしまう。我々が平和を追求しなければ、平和をつかむことの影響にできない。希望ではなく、恐怖を選ぶことの道は分かっている。協力を求める声を批判し、あるいは無視することは容易なことである。卑劣なことである。戦争というのはそのようにして始まることである。自分の心配はそこで終わってしまうというのが、オバマさんの今の声明でありまして、だからアメリカは、核兵器のない世界の平和を追求するというのを、わずか2年ぐらい決定したわけです。この精神は、それは先ほど言いましたユネスコの精神とも一致しておりますし、両国憲法の原理の9条とも一致しておりますし、これは別な意味で言いますと、世界が共通して、持つべき、ノーベル賞に値する金字塔でありますし、場合によっては世界遺産ではないというふうに私は主張しております。ぜひ、韓国及び北朝鮮、それから全世界の人々に、こういう文脈を教えていただいて、これが世界で団結すれば、北朝鮮の核の脅威をですね、この意味を持つことができるし、あとこういう形で便利にしながら運動することによって、から取り入れていただければいけないというのが私の意見である希望であります。